厚生労働省によると食中毒は年間を通して発生していますが、過去5年間で最も多いのが9月から10月にかけて。真夏の気温が高い時期の方が食べ物は傷みやすいイメージがあるのですが、秋口に食中毒が多いのはなぜなのでしょうか。名古屋大学病院の山本貴則救急科長に聞きました。9月に入りましたが、食中毒による搬送は増えていますか。そうですね、いわゆるお腹が痛いとかですね、下痢をしている方ってのはやっぱり多いですよね。そういったもののほとんどが実は食中毒なんだと思うんですね。実は食中毒っていうのはですね、集団感染をした時に初めて食中毒っていうふうに認識をされるんです。ただ実はお腹が痛かったり下痢をしてたり吐いちゃったりという時はほとんど実は食中毒。この時期の食中毒の要因になるのはどういったものが多いんでしょうか。冬はですね、牡蠣とかいう二枚貝とかですね、貝類でノロウイルスすごく多いんですけど、夏の時期はお肉とかお魚が傷んじゃって、サルモネラとかカンピロバクターとかですね、そういった細菌系のウイルスっていうより細菌みたいなのが多いと。また山本医師は今年の猛暑による暑さ疲れで免疫力が低下している人が増えていると指摘。サルモネラ菌などさまざまな細菌が増える時期と免疫が落ちる時期が重なるので、より注意が必要だといいます。食中毒というと、梅雨の時期をまず思い浮かべる方が多いと思うんですけれど、どうしてこの秋口にも多いんでしょうか。我々が感染する菌とかウイルスというのは大体20度から50度ぐらいの温度の時に増えます。つまり我々が普通生活している空間って大体それぐらいですから、夏だとすごく警戒してすぐ冷蔵庫に入れたりですね、真夏ほど多分皆さんちょっと警戒をしなくなってくるっていうのが背景にあるんじゃないかなというふうに思ってます。どうしても30度以上の暑い日々が続いたので、例えば25度だと人にとっては快適だから、ちょっと気が緩んでしまいますよね。そうですね、我々が心地よいと思う温度はほとんど、菌にとっても心地よいと。食中毒を予防するための対策は、厚生労働省はつけない、増やさない、やっつけるが細菌性食中毒予防の3原則だとしています。食品を買うときは賞味期限などを十分に確認し、肉汁や魚の水分が漏れないようビニール袋などにそれぞれ分けて持ち帰るようにしましょう。冷蔵や冷凍が必要な食品は持ち帰ったらすぐ冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15度以下が目安です。加熱して調理する食品は十分に加熱すること、中心部の温度が75度で1分以上加熱すると、もし食中毒菌がいても殺菌することができます。菌はどこにいるかというと、例えば我々の手についてるわけです。トイレ行ったりとか鼻を噛んだりとかですね、それからこういう表面に菌がある時もありますので、こういうのをついていると。ですからまずご飯を食べたり調理をする前には必ず手を洗っていただくということが大事ですね。手荒れがひどい方とかは手袋をつけていらっしゃる方もいると思うんですね。台所で手袋の上に菌がつきますので、そこもちゃんと洗っていただいてですね、石鹸つけて、で菌がつかないような状態で常に調理なんかをしていただく。